ことばかりじゃなきゃいけないの。どうしようもなくて差し出した両手そっと包んでくれた。誰もがいつか誰かと二人こぎ出してく。その胸にきっと鳴り止まぬエコーを響かせ続けながら。愛しい揺らして海へと出た。二度と戻る